白い剣道着を着てきました。なぜか。1番、白は涼しく見えるから。2番、洗濯物が乾いてないから。3番、目立ちたいから。あの海の堤防の滝人だとか岬って知ってる？海のこう出っ張ったところに白い煙突みたいなやつがある。それ何かっていうと知ってる？灯台っていう。あんまり岐阜県に灯台ないんだけど、灯台は白いです。僕は灯台になりたいと思います。何かっていうと、船が あそこに陸があるだとか、ここはどこだとか、道しるべ、船に道しるべっていうのはおかしいんだけど、目印に、灯台があります。夜は光って、ここがどこで、自分がどんなところにいるのか、どこへ向かっていきたいのかっていうのを教えてくれるのが灯台です。僕は灯台になりたいです。